皇居では新春恒例の歌会始めの儀が行われ秋篠宮ご夫妻の次女佳子さまも初めて出席されましたこの本に歌会始めの儀は共通の題で読まれた短歌を披露するもので今年は本を題に 天皇皇后両陛下や皇族の歌のほか全国から寄せられた2万1000首の中から入選した10首が披露されました先月成年になった加さまも初めて出席し両親の秋篠宮ご夫婦が海外公務の間弟の久さまに本を読み聞かせた時のことを歌にし弟に本読み聞かせ至る夜は旅する母を想いて眠ると読まれています陛下は 夕闇の迫る谷入り実りたる稲の根元に鎌をあてがうと皇居で続けている稲刈りについて読まれました。